はい、どうもアムです。今日はですね、ユニクロ ×JW アンダーソンの全型全レビューをやっていきます。イエーイ。ユニクロ ×JW アンダーソンは結構前からやられているコラボでして、僕もめちゃくちゃ好きで、20の SS ではこんなストライプのボックスシルエットの、めちゃくちゃ可愛いシャツや、こういったワイドフィットのデニムパンツがですね出されていました。これ超可愛いですよね。こういう横のラインがあって、でこんな感じで僕がユニクロ ×JW アンダーソンすごい好きなんですよ。で、今期の AW もですね、事前にですねシャツが発売されていまして、まあ、この動画で解説したんですけども、まあ、結構見られていまして嬉しいことですね。まあ、それほど世間からもね、 JW アンダーソンとユニクロのコラボはめちゃくちゃ注目を浴びているわけですけども、なんと10月の16日金曜からですね、ユニクロ ×JW アンダーソンの AW の発売が決まりました。イエーイ。ということで、まあユニクロの公式のホームページでユニクロ ×JW アンダーソンの全ラインナップが公開されていますので、こちらを見てですね、 164.5cm の元アパレル店員私ワムがですね、事前レビューをしていこうと思います。同じようにファッションに悩んでいる低身長男性の方はぜひ参考にしてみてください。では本編参りましょうか。どうぞ。はい、まずは1つ目がこちら、ダブルフェイスシングルコート。これ多分最後まで持たへんわ。価格が 12,900円プラス税ということでね、まあ、ユニクロにしてはちょい高いですね。で、ロング丈のアウターでして、まあ、めちゃくちゃかっこいいですよね。マジユニクロとは思えない感じのかっこよさ。なんか軍人、まあ、洒落てる軍人のアウターみたいな感じのイメージですね。あんまミリタリー系詳しくないんで分からんけど、またミリタリー系とかでありそうな、アウターでございますね。はい、カラー展開がオリーブとネイビーでして、サイズ展開が XS から XXL と、オリーブもネイビーもめちゃくちゃ可愛いですね。これね、これちょっとオリーブ買っちゃおうかな。これ、うん、めっちゃいい。サイズ表を見てる限り 164.5cm、 僕は S か M かを着ようと思いますね。どっちか分からんけど、まあ、S か M かで、オリーブを、購入しようかと今検討しております。もちろんネイビーもおすすめですが、そのよりその軍人感、ミリタリー感が出るのがオリーブかなと思ったんで、僕はオリーブを購入しようかなと思います。次こちら、ダブルフェイスダブル、恥ずかしくてもカメラ見て見えない、ネイビーの一色展開で 12,900円プラス税。これはね、フードの中のチェック柄とかが JW アンダーソンっぽいんですけども、僕はねこれあんまりおすすめしないかなっていう感じですね。まあ、ダッフルコートってそもそも可愛いアイテムですので、まあね、僕たち、低身長はですね、より綺麗めな印象にできれば持っていきたいんで、その可愛いイメージのつくダッフルコートをそもそもあんまり着たくないですし、プラスでここにチェックが入ってるので、まあ、よりカジュアルと、そもそもね、今のその、まあ、日本のトレンドはそのカジュアル要素をあまり取り入れていませんので、取り入れているんかもしれんけども、まあ綺麗めなアイテムが多いじゃないですか。その点ですね、トレンドマインから見ても、低身長におすすめできるっていう面から見ても、このコートはあまりバムーの個人的な意見ではおすすめしないアイテムです。次こちら、ダブルフェイスダッフルコートでございまして、12,900円プラス税。カラー展開がグレー一色展開でございます。こちらもダッフルのコートで、しかもチェックと、まあ、英国伝統のダッフルコートを本格仕様で、着心地は軽いボタンで一着にアレンジとかね、まあその、まあもちろん英国っぽいしイギリスっぽいけど、まあこれイギリス人が来たらかっこいいけど、160cm とかの僕たち、まあ、僕が来てもじゃこれかっこよくならない自信がありますね。心臓を捧げます。これはちょっと僕は似合う気がしません。はい、なので買いません。心臓を捧げろ。デレデレベバリブバ。次、モッツコート7,990円、急に安いな。カラーだけがオリーブの一色展開です。中綿入りで暖かさをプラス、撥水加工で実用性をアップしたカジュアルの定番アウターでございまして、で XS から XXL です。なんでこんな急に安いんやろね。撥水加工もされてて、なんでこんな急に安いんやろ。なんかあるんかな。めちゃくちゃあったくそうですね。うん、で商品詳細はサイズ用みたいな感じ。さっきのコートとかよりは少しでこう着丈詰められてるんで、まあ、買うならば大きめに買うとかおすすめかな。僕はこれはちょっとね、実際物を見てみないとほんまにわからん商品ですね。うん、雪とかね降る地方の方はいいんかなっていう。でお次こちら、モッツコートですね。まあさっきのネイビー版かなと思いきや、袖口がこれ黒くなってるのかな、切り替えて。これも可愛いですね。まあ、可愛いけど、7,990円でさっきと同じやつで可愛いし、ネイビーも可愛いし、切り替えも可愛いけど、別にこれはまあ買わなくてもいいかなっていうアイテムですね。うん、カジュアルすぎる気がします。まあ実際見てみて可愛いかもしれないけど、これはあんまり僕はあんまりおすすめしないなっていうアイテムですね。次はシャツ編でございます。はい、1着目こちら、エクストラファインコットンボードオーバーシャーツ。まあ、展開がホワイト、ブルー、ネイビーございまして、僕はですねホワイト、ネイビーをもう買いました。これは前から発売されているもので、今も発売されているので、ぜひ皆さん買ってください。ホワイトとブルーを買って、僕 L を買いました。 XS から 4XL まで展開されておりますが、僕も L ですね。そもそもオーバーサイズシャツという名前だけあって、でかい作りなんで、正直 M でも全然着れるし、なんなら多分 S でも着れますが、僕は L で大きめに買いました。正直今全然 M でもいいです。でまあこの動画でも紹介
介していますね。よかったら見てください、僕はねネイビーもまた買おうかなと思ってます。それぐらいもういいアイテム、全色カラー買っちゃおうかなっていうアイテムです。これマジで、ね、今すぐ買ってもらっても僕は後悔しないと思います。で次はこちらワインクロスストライプシャーございまして、2190円です。カラー展開がオフホワイトとブルーでございまして、まあ、先ほど紹介したこのシャツにちょっと似てますね。 JW アンダーソンのデザインとユニクロの快適素材が融合、クリーンとカジュアルを両立させた1枚ということで、でこれはね綿 100% のアイテムでして、SS ではレーヨンと綿の混合素材でしたが、こちらはコットンで作られております。サイズを見てもちょっとだけゆったりしたシャツって感じで、そんなにオーバーサイズじゃない感じなので、僕はまあ買わないかなっていう印象です。で次こちらですね、めちゃくちゃイギリスっぽいプランニューチェックシャツでございまして、2990円プラスで1枚でも羽織でも使える便利なプランニューチェックシャツ、カラー展開がオレンジと V ございまして、 XS から XXL サイズまで展開しております。いやこう見たらマジでさっきのブロードオーバーシャツめっちゃいいな。これはね別にまあ僕は買わないと思いますが、まあまあまあ好きな人は好きな感じで、しかもなんかこう JW アンダーソンとかその辺のハイブランドっぽいからなんで、好きな人は好きやし、まあ、似合う人が似たらかっこいいんだなっていうアイテムですね。まあ、このグリーンとかを XXL とかで買って、めちゃくちゃ大きくこう羽織みたいな感じで着ても、このグリーンのパンツにまあ白パンとかでローファーとか、まあまあかっこいいコーデ、可愛いコーデができそうですが、僕はまあ買わないかなという印象です。お次はこちらフランネルチェックシャツでございまして、柄を切り替えたデザインが楽しいチェックシャツ、1枚でも羽織でも使えるので便利。これ可愛いね。ちょっとねこれまあちょっと攻めてますが、カラー展開がグレーとブラウンでして、なんかこう銀ガムチェックみたいな感じのチェックみたいな細かいチェックですね。まあ、これはちょっと攻めてまして、もう買っても着ない可能性もありますが、まあ、これ可愛いと思います。 XS か XXL 買うなら、あー迷うなこれ、ブラウン買うかなと思ったけど、まあ、実物のサイズから見てみて考えますね。 XXL でこれも羽織みたいな感じで、着ても可愛いかなと思いますが、着れる期間がかなり短いですね。めっちゃ迷う。まあ、僕の超個人的な主観で、僕のまあ記憶だけの情報ですが、女子って銀ガムチェック好きだよね。次、はい、これかわいい、これめっちゃ欲しい、スフレヤンハーフジップセーターでございますね。3990円です。カラー展開が豊富で、グレー、ブラック、ダークグリーン、ネイビーでして、僕はまあブラックかな、この中でブラックを買おうと思います。ハーフジップセーターでね、それだけで僕は結構好きなんですけども、あんまりね、買えてなかったんで、いいのが巡り合いになって、これはちょっとこう購入してみようかなっていう感じです。サイズが XS から 5XL、 めっちゃサイズ展開してるな。サイズ表を見る限り、まあ、XXL か XL 買おうかなっていう印象です。では次こちら、カシミヤクルーネックセーター、高っ、値段が9990円、カシミヤ 100% の上質のニット、 JWA らしい1枚にアレンジ、グレー、ブラック、ベージュの展開で、まあ、こういうなんか高級素材のニットを、まあ、ベージュとか柔らかい印象で着てもいいし、ブラックでこう高級感全押しにしてもいいけど、ロゴ入ってる JW ってね、ちょっとこれ、まあ、質感ってもいいやろな。切り替えや、これ切り替えや、後ろ、うわ切り替えなってる。切り替えとかの柄を見ると、まあ、グレーは絶対なしで、ベージュ1位、ベージュ2位、ブラック3位、グレーですかね、混入するとしたら。まあまあまあ、いいっちゃいい、ただ高い高いまあ、ユニクロ買う人ってそこまでもう質を追求していないと思うんですよね。なのでまあこれちょっと高すぎな印象ですね。はい、年齢層高いとこからしたら売れそう。 XS から XXL サイズでございます。僕はね、まあ、着るなら M か L かなっていう感じですね。でお次こちら、プレミアムラムモックネックセーター、ウール 100% の上質ニット、カラフルな色味で上質なカジュアルを追求。あ、展開がグレー、ブラウン、ネイビーでございまして、これすっごい柄やな。好きな人は好きそうやけど、ちょっとこれきついな。 XS から XXL です。まあサイズ表を見る限り僕は M か L を着ようと思いますが、ちょっとこれはね見送りかな。ちょっと攻めすぎてますね。まあめちゃくちゃいいと思うよ。ただ僕は着れる自信がないです。はい、まあ、これ可愛いやん。お次、ローゲージクルーネックセーター、3990円です。カラー展開がグレー、ナチュラル、ブルー、ブルースカイブルーとブルーですね。まあまあまあ僕はね、まあまあどっちでもいいな。伝統のフィッシャーマンニット JWA 流にアレンジ、ナチュラルな風合いと色味が魅力。これフィッシャーマニットなんや、そう思ったらなんか可愛く見えてくるな。まあこれ単色やったらいいんですけど、なんか中にねこうつぶつぶ糸のこうつぶ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 が入ってるから、このつぶつぶってなんていうっけ、カラーネップっていうらしいですわ。カラーネップも入ってるんで、まあちょっとカジュアルな印象になるんですけども、まあ買わないと思いますよ。買わないと思うけど、買うならベージュを買おうかと思います。フィッシャーマニットってね、まあ何百円か可愛いんでね、着たらめちゃくちゃあったかそう。 50% ウール、 50% ナイロンなんで超あったかそうですね。で着るならこれは M か L か、まあ M でジャ
スト目に来てもいいし、L でちょっと行ったり来てもいいな感じですね。実際来てみて考えます。で、お次はこちら、ウールブレンドパーカッ、パラタガカッグレーとネイビーでございまして、3990円、ふんわり柔らかなウールをブレンドした、こっちもデザイン性もいい、カジュアルに XS が XXA 買いません。お次はボトムス編、これいいよね、ウールブレンドノータックパンツ4990円プラス税で、シンプルなノータックパンツ、上品に見せながら履き心地は軽く快適さも追求。これ最初に紹介したアウターで紹介したコートと、まあ、セットアップ、コートアップって言うんかな、で着れそうなアイテムですね。実際見てみるのは分からんけど、まあ、セットアップで着れそう。先ほどのコートと素材は違いますが、まあ、全然、まあ、頑張ったセットアップで着れそうなアイテムで、めっちゃこれ可愛いなと思います。ダークグレーとオリーブの展開で、僕はオリーブ可愛いなと思いますが、まあ、もちろんダークグレーも可愛いね。だからこのダークグレー買うならユニクロ U のあのジャージーパンツ、ウールブレンドジャージーパンツのダークグレーも全然いいかなっていう印象です。これ可愛い。これは買います。次こちら、イージードロップストリングパンツ、ハコストライプ3990円で、カジュアルで楽なのにきちんと感もある今の時代に合ったイージーパンツ。展開がダークグレーとネイビー、サイズが XS から 3XL。これ買いませんね。ちょっとおじさん臭いかなって感じです。あ、まあ、40代とかならいいと思うけど、ちょっとおじさん臭いんで僕は買いません。次こちら、スフレアンイージーパンツセットアップ。これね、まあ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 、まあ、こちら先ほどのスフレアンセーターと、まあね、セットアップで着れていいと思いますが、まあ外には着ていかない。ただ部屋着としたら超おしゃれなんだ。これな、部屋着でやったら、まあ部屋着で買うにしたらでも高いし、これは僕買えませんね。お次、グッズ紹介、バックパックですね。これはね、まあカバン、カバンだから結果的にカバン。はい、こちら、ソックスですね。まあ、超可愛い。可愛いけど、僕は履きません。うん。僕は普通に白黒グレーでいいんで、これは買いません。次こちら、ソックスとレッドワンチャン買うかも。レッド可愛いね。まとめ買いなんで、まあ、レッド、ブルー、で、68ブルーのネイビーの方ね、買うかもしれません。お次はこちら、マフラーですね。ウールブレンド、ブラッシュとマフラー。展開がオフホワイト、グレー、ダークグリーンで、ダークグリーン、これ可愛くね、マフラー。これめっちゃ可愛いや。ダークグレー、これ買うかもしれません。多分買います。安いし、これいいです、みたいな。で、レディースもちょっと見ていきましょうか。メンズで着れそうなもの。レディースの中で、ちょっとおすすめはね、ちょっと行ってきますわ。これちょっと可愛いですね、ダブルフェイスコート、レディースの、軽い着心地でゆったりとしたリラックス感のある着こなしができるっていうコート、12900円。これもっと、ね、サイズ表を見て L サイズか XL だったら着れるんけど、まあ、ウエストはこうキュッと絞られてるような感じなので、まあ、もしかしたら女性感強すぎて合わないかもしれませんが、ちょっといいなって思います。で、まあ、ステンカラーコートの、 あの無地の方、チェックじゃない方も、まあ、普通にいいですね、うん、でパンツのイージーワイドパンツ、これ可愛いですね。ダークグレーとオリーブの展開でゆったり楽に履けるリラックスワイドパンツ、ワイドシルエットで着こなしは美しく見せる、 XS から XXL、 うん、これいいっすね。普通に M かな、まあ、M あたり買うと思います。これは多分可愛いと思う、本物見ても。まあ、レディースから言うとしたらイージーワイドパンツと、まあ、ダブルフェイスコートとテンカラーコートですかね。はい、以上、ユニクロ ×JW アンダーソンの、事前全型レビューをしていきました。実際に、164.5cm の低身長ファッション YouTuber の僕が、見ていきましたので、まあ、感想とかね、参考にしていただければ幸いです。今回の動画参考になったよって方はご評価お願いします。全然面白くないよって方は低評価を教えていただいて、その理由をねお願いします。その理由ね言っていただけるとそこを修正しますんでお願いします。では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画では 164.5cm の低身長目線でユニクロや GU のプチプラアイテムをレビューしていっておりますので、同じファッションに悩んでいる低身長男性の方、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントもね全部返してるんで、よかったらコメントしていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。